この電車は野田阪神行きです。発車までしばらくお待ちください。This train is bound for 野田阪神。野田阪神行き扉が閉まります。ご注意ください。本日も大阪メトロをご利用いただきましてありがとうございます。次は北辰巳です。出口は右側です。 The next station is 北辰巳 Station number S23。 老眼科コンタクトレンズ室ロイヤルへお越しの方は次でお降りください。北辰巳。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は庄司です。出口は右側です。The next station is 庄司。Station number S22。車内ではリュックサックを背中から下ろし、前に抱えたり網棚に上げるなど他のお客様のご迷惑にならないようご協力をお願いします。庄司。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は新深江です。出口は右側です。 The next station is 新深江 Station number S21。 お客様にお願いします。車内や駅構内で迷惑行為を受けられたり見かけられた方は乗務員または駅係員までお知らせください。駆け込み乗車や発車間際の車両乗り移りはお客様同士の衝突など大変危険です。また列車の遅れの原因ともなり他のお客様のご迷惑となりますのでおやめください。大阪メトロではお体の不自由な方へ積極的にお声掛けを行っております。お客様もお困りの方を見かけられた場合はお声掛けをお願いします。新深江。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は今里筋線は乗り換えです。出口は右側です。 The next station is 今里 Station number S20. Please change here for the 今里筋 line。 車内では携帯電話はマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。また優先座席付近では混雑時には電源をお切りください。皆様のご協力をお願いします。歯のご相談、今里クリニックプラザ2階吉田歯科医院4号出口が最寄り、介護とリハビリの形成会有料老人ホームグラート大今里へお越しの方は次でお降りください。今里筋線は乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は鶴橋。 JR 線近鉄線は乗り換えです。出口は右側です。 The next station is 鶴橋 Station number S19. Please change hereFor the JR and 近鉄 lines. 鶴橋キムチ宅配便の豊田商店、焼肉の牛一、鶴橋ホルモン本舗、お好み焼き焼きそばの鶴橋風月本店へお越しの方は次でお降りください。この電車は野田阪神2番線ホームに到着します。出口はホーム前寄りの階段をご利用願います。なお野田阪神2番線ホームにはエスカレーターおよびエレベーターがございませんので、
ご利用されるお客様は次の電車にお乗り換えください。鶴橋 JR 線近鉄線は乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は谷町9丁目、谷町線は乗り換えです。出口は右側です。 The next station is 谷町9丁目 Station number S18. Please change here for the 谷町 line. お客様にお願いします。やむを得ず急停車することがありますので、釣り革、手すりなどをお持ちください。大阪府盲人福祉センター、自動車整備士を育成する大阪自動車整備専門学校、ハイハイタウン1階ブランド品買取専門店エコリングへお越しの方は次でお降りください。谷町9丁目、谷町線は乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は日本橋、堺筋線は乗り換えです。出口は右側です。 The next station is 日本橋 Station number S17. Please change here for the 堺筋 line. ヘア、エステ、メイク育成の構図利用美容専門学校、6号出口から北へ徒歩約6分、大阪信用金庫日本橋ビルへお越しの方は次でお降りください。この電車は野田阪神2番線ホームに到着します。出口はホーム前寄りの階段をご利用願います。なお野田阪神2番線ホームにはエスカレーターおよびエレベーターがございませんので、ご利用されるお客様は次の電車にお乗り換えください。日本橋、堺筋線は乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は難波、御堂筋線、四ツ橋線、JR 線、南海線、阪神線は乗り換えです。出口は右側です。The next station is 難波。Station number S16. Please change here for the Midosuji, Yotsubashi, JR, Nankai, and Hanshin lines. Number Walk 3番街南通り、コンタクトの ICT へお越しの方は次でお降りください。Number 御堂筋線、四ツ橋線、JR 線、南海線、阪神線は乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は桜川、阪神線は乗り換えです。出口は右側です。 The next station is 桜川 Station number S15. Please change here for the 阪神 line.警備とビルメンテナンスの東洋テックへお越しの方は次でお降りください。この電車は野田阪神2番線ホームに到着します。出口はホーム前寄りの階段をご利用願います。なお野田阪神2番線ホームにはエスカレーターおよびエレベーターがございませんので、ご利用されるお客様は次の電車にお乗り換えください。桜川、阪神線は乗り換えです。右側の扉が開きます。ご注意ください。次は西長堀、長堀鶴見緑地線は乗り換えです。出口は左側に変わります。The next station is 西長堀、Station number S14.Please change here for the 長堀鶴見緑地 line.
パイプの総合メーカー丸一交換、駅近便利な24時間営業フィットネスジムフィットベース24へお越しの方は次でお降りください。西長堀、西長堀、長堀鶴見緑地線は乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。次は阿波座中央線は乗り換えです。出口は左側です。 The next station is 阿波座 station number S13. Please change here for the 中央 line. お客様にお願いします。歩きながらの携帯電話やスマートフォンの操作はお客様同士が衝突するなど大変危険ですのでおやめください。8号出口が最寄りの日本調剤阿波座薬局、9号出口より北へ徒歩約5分、大和煮の名店江戸山大和屋へお越しの方は次でお降りください。阿波座中央線は乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。次は多摩川 JR 環状線は乗り換えです。出口は左側です。 The next station is 多摩川 station number S12. Please change here for the JR line. お客様にお願いします。車内および駅構内で不審物を発見された場合は触らず直ちに乗務員または駅係員にお知らせください。この電車は野田阪神2番線ホームに到着します。出口はホーム前寄りの階段をご利用願います。なお野田阪神2番線ホームにはエスカレーターおよびエレベーターがございませんので、ご利用されるお客様は次の電車にお乗り換えください。多摩川 JR 環状線は乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。多摩川 JR 環状線は乗り換えです。この列車は野田阪神2番線に到着します。2番線にはエレベーター、エスカレーターなどございませんので、ご都合の悪いお客様は次の列車をご利用ください。扉が閉まります。次は野田阪神終点です。 JR 東西線阪神線は乗り換えです。この電車は2番線に到着します。出口はホーム前寄りの階段をご利用くださいますようご協力をお願いします。平日土曜夜9時まで診療。2号出口すぐスマイル歯科藤井クリニックは次でございます。本日も大阪メトロをご利用いただきましてありがとうございました。野田阪神終点です。 JR 東西線阪神線は乗り換えです。お忘れ物のないようご注意ください。左側の扉が開きます。ご注意ください。 This is the final stop 野田阪神 station number S11. Please change here for the JR and 阪神 lines. Thank you for taking the subway. この電車は2番線に到着します。出口はホーム前寄りの階段をご利用くださいますようご協力をお願いします。